さあそれではネタの方準備ができましたら、はい、行きますか、行きますよ、行きましょう、はい、はい、どうもー王さんか、王さんか、行きますよ、おかん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 は今日も生きてます。さっき楽屋でおかんと話してた時に気づいたんですけど、僕は隣のおっさんの子でした。あんたー、おとー、これはつかみになってますんでね、これもう88ですんで、もうね、面白くなくても笑ってやってください。もうそれでね、墓場まで持っていく言ってますんでね。僕は夢がありましてね、このやついフェスにもう一回出たいなと思ったら夢が叶いまして、ありがとうございます。おかんもその夢と一緒やったな。おかんの夢もそうやったな。違う違う違う、おかんの夢もそうやったな。うちの夢、おかんの夢は違うんかい。私の夢はね、ロック歌手になるのよ。ロック歌手、そうだ、無理やって。もうどこの面してロック歌手やで。おかんももう言って、あ、ちょっと待って、おかんちょっと動かんといて。どこ、うん、せロック歌手になる言うてんねん、ほんま寒い、はい、寒い、寒いんかいな、おかん。それおい、キトキーな、これこれ手入れてキトキー、これロック歌手が寒いとか言う人いいひんねんで、まあもうあのロック歌手はな、せやないからな。腰が痛い、今度腰が痛い、あかん、つえないんかい。あ、ここにあった、これ持っとき、もうあかん、これ持っときて、ほんま何してんの、ほんま腰が痛いって言うんだ、おらへんで。まぶしまぶしまぶし、ささやき、ささやきおかみじゃない。まぶしまぶしいか、おかん、よし、わかった。ほな、もうこれ聞くとき、こんなんでロック歌手になれるはずない。うわー、うちの優也になった、すごい。よし、おかん、最後、うちの優也になったら、あの名言をいくぞ、名言いくぞ、最後いくぞ、うちの優也の名言や。クリリン、クリリンのことか。ありがとうございました。ほんまね、いや、これはすごいですね。なんとか無事終わりました。あ、素晴らしい。いや、あのね、はい、あのしっかりした息子に見えるでしょ。誠司くん、弟誠司、息子が誠司くん、はい、最低な息子なんですよ。いや、わかりますよ。わかります。すごいわかります。お金がなくて、はい、母親の財布からお札全部抜いて、あら、ほんで、あのいたずらでおもちゃのお札を入れたんです、財布に。ほな、おかん、その何してんねんって突っ込んでくれると思ってたらしくて、はい、お母さんそのままあの、はい、買い物に行きまして、はい、スーパーに。これその買い物して、これあのおもちゃの大学生のレジ店員さんにあのおもちゃのお札渡したら、大学生が入って初日の子やったらしいんですよ。なるほど、なるほど。ほな、おばあさんがあのそのお母さん帰って行って、そのままね、ちょっと待ってください、ちょっと待って、初日のバイトやったんで、まあ、分かんなかったね。あのオレンジの蛍光灯のボール、うん、お母さんの背中に。お母さん、この泥だらけになって帰ってきて、その後警察も来て、警察来て、そうそう、偽札使ってるってことになっちゃうからね。事情聴、ここは刑務所に入らなかった。ああ、すごい。事情全部警察、まあ、事情全部説明したら、警察に解散しろって言われたんですよ。そりゃそうです。まだやっちゃってますけどね。そんなもんでいいんですか。ね、いいんですね、それでいいんですね。すごいですね。一つネタ見せたらなんかまだやってええんちゃうって言うて、ね、あ、なるほど、この方の警察官が、そう、よかったです、心温まる、はい、でもなんか去年より良かったです。面白くなってましたね、またね。上がりましたよね、はい、水着になって申し訳ありません。いやいや、もう素晴らしかったと思います。トラウマになってると思います。いやいや、大丈夫です。あれはあれで最高でしたけども、はい、さあ、またね、ちょっとな、告知とかあります？さっきも言うてたんだけど、 TikTok をやってますので、はいはい、小春稽古か、まあ、おとんがぽっくりで、TikTok したらそこはやってますんで、フォローの方お願いします。あ、ね、ぜひ皆さん応援してください。ありがとうございました。これだけ短いんで、もうやるぞ。来年は呼ばれても多分出てないと思うんで、僕一人になってる可能性が。そんなこと言わないでくださいよ。はい、ありがとうございます。ぽっくり残された内田さんでございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お母さん、なんか、お母さん、何か、お母さん、なんか言いたそうだったんですけど、お母さん、あります、なんか言おうとしてませんでした。私、はい、もうまた来年もできたら皆さんが応援してください。よろしくお願いします。本当に素晴らしい、本当ありがとうございます。素敵なベイビーやった、ありがとうございます。いや、いい